はい。このような奴らが、出現して、なんか、インタビューを受けるなどとしていましたね。ねえ、お二人さん。ミコのコスプレが多いのかなと思ったね。ミコのコスプレではなく、ミコピーのコスプレだったりとか、なんならミオレハジのコスプレをしているっていう、マジで意味わかんねえんだけど、お前ら本当にびっくりしたんだけど、ミユくん。どういうことです？はい。ここね。早速ですが、お名前と、あと、何のコスプレなのか、お願いします。ミコピーのコスプレと申します。しました。ミコピーのもうこれで、クオリティ高すぎだろ、こんなの。クオリティが高すぎるよ、これ。マジさ、この顔が、ちゃんとぬいぐるみの、ミコピーのクオリティになってるわけ。マジさ、これ、海外日記だよね。海外日記なのに、これどうやって持ってきたまずって感じだったんだけど。周りのポイントとかってありますか？公式レベルなんだけど。ミオレハジです。ミオレハジがポイント。ふざけんなよ。おしまいですか？ミコチです。よかった。こち押し。そりゃそうだ、お前こんな姿してたら猫だろ。さすがに。今後コスプレするなら誰とか、あと、何とかありますか？次もミコピの他のバリエーションのコスプレをしたいです。ちょっと間口とかもやってほしいですけど。はい、間口もいいんです。間口もいい。ありがとうございます。それでは最後に一言。ミコピのコスプレ勝ちに行き。イエーイ！ありがとう。で、この人ね。インタビューしてさせていただくのはこちらの方でございます。お名前と誰の。マジ1日目超えてくると思わなかったの、衝撃が。今回のコスプレは五目並べ敗北 RTA のコスプレです。マジに何してんだよお前、本当にミコ恥ずかしいよ、本当に恥ずかしいよ。ありますか？このとっても大変です。めちゃくちゃ頑張りました。ちゃんと並べた順の番号も振り上がって。はい、後ろは真っ黒だそうなんですが、実はじゃないよ。 QR コード貼り付けようと思ってこの配信の QR コードはやめろよ。お前どんな姿で昨日でして、もうすぐに準備はちょっとできなくて。こだわりを見せんなよ、本当に。こいつらとんでもないよ。なんかさ、マジで、こいつだけじゃないよ。こいつらだけじゃないよ。こいつ、とか、ミコピーのコスプレイヤーの人が多くて、もうなんなの。もうやばいのも紛れ込んでた。こういう風に。乳首も立ってんだよ、お前。ちなみに、来年は俺もやろうかな、じゃないんだよ。ここでソウルキャリバーすな、本当に。